海だったからな。待てよ、この貝見たことがあるぞ。そうだ、アンモン貝の化石だ。アンモン貝ってなんだい。今からさっと1億年も昔に生きていた貝だ。中生代、ジュラ紀のものと思われる。坂田は怪獣に強いからな。えへん、それほどでもねえけどよ。待てよ、この貝がアンモン貝だとすれば、この物体は何だろう。こら、危ないから、あっち行って遊びだ。これ、怪獣の卵かもしれないんだ。怪獣の卵だと？俺、待ってよ、連絡してくる。怪獣の卵？そうだよ、マットとしても持っとけないと思うんだ。場所は？地下ショッピングセンター近くの工事現場。よし、わかった、ありがとう。怪獣の卵なんて本当ですかね。付着しているものがアンモン貝の化石であることは確かだ。でしょ。これは岩だな。わかるんですか。見ろ、びくともしてない。そんな卵ってないぜ。ちょっとどいて。念のためにマットシュートで焼いておきました。ご安心ください。やっぱりただの岩だったんですね。じゃあ失敬。あ、待ってください。おい、何やってるんだ。岸田隊員、この岩石もっと調べる必要があるんじゃないでしょうか。その必要はない。さあ行くぞ。俺の処理の仕方が不満なのか。もっと慎重な配慮が必要だったと思います。マットシュートで撃つだけでよかったかどうか。じゃあ戦車でも出動させろというのか。そうではありません。同じ処理をするにしても、もっと科学的な調査分析が必要だったんじゃないでしょうか。たかが石ころ一つをあっちこっち持って回れというのか。必要があればそうすべきです。何？おい、二人ともそう生きり立つな。いいかね、我々の仕事は即断即決、臨機応変に対処しなければならん局面が多い。その場合、隊員一人一人の判断を信頼するしかない。岸田はその物体を無害なものとして判断した。私は岸田の判断を信じる。お前も信じてやれ。そんなに俺が信用できなければ自分で行って調べろ。岸田、そうムキになるな。隊長、第二再生中央で異常な微振が続いているそうです。南、上野、偵察に行け。はい、はい。Thank you.
すごい砂塵だな。何にも見えねえや。何でしょうね。怪獣だ。こちら南、第二採石所に怪獣が出現しました。作業員の避難は全員無事避難したとの報告があった。よし。そうだ、こいつはグドンだ。グドン。延命の爆弾をかませましょう。なるだけ正面に向かって接近する。顔面のあたりを狙って発射しろ。慎重にな。了解。俺がよしと言うまで撃つな。了解。さあ、行くぞ。ちょっと接近してから。まだまだ。発射しちゃダメだ。発射！どうして発射しない？ゴー！発射しろ！ダメです！なぜ発射しない？子供がいたんです。どこに？あそこです。何を寝ぼけてるんだ。誰も言えしないじゃないか。本当にいたんです。おい、何ぼやぼやしてるんだ。ゴーは俺に反感を持ってた。岩石の一件以来、俺に反発する機会を待ってたんだ。違います。俺は本当に、俺はゴーを信じる。一瞬子供は危ないと思った。そりゃ会場に逃したのは残念だけど、しかしゴーの取った処置も正しいと思います。そんな綺麗事でごまかそうとしてもそうはいかんぞ。ゴーは俺個人に対する反発からマットとしての任務を怠ったんだ。隊長、前線において今日のようなことが起こると今後任務を速やかに遂行することはできません。郷に対する断固たる処置をお願いします。おい岸田、何もそこまで。いや、この際きちんとしておいた方がいいんだ。俺は懲罰されても構いません。しかしパトロール中の岸田隊員の判断は甘かったと思うし、それに俺は今でも採石場で子供を見たという確信があります。貴様、岸田、やろう。郷、君は今日岸田の命令に背き怪獣を撃ち損じた。したがって3日間の自宅謹慎を命ずる。それはひどい。隊長は決裁を下された。郷はそれに従えばいいんだ。郷、隊長、第五農場が大地震に。なんか床が持ち上がるように揺れたんです。するとみるみる。おかしいな。地震観測所ではその時間に地震は記録されてないって言うんですがね。ということは地震はこの農場を中心に極めて小さな地域だけに起こったことになるな。こんにちは。ああ、ここにあった岩石は怪獣の卵ならあの穴の中だよ。この岩石を俺に預けてください。もう一度調べてみたいんです。そんなこと言ったってもう埋まっちまってるんだから。
こんにちは。冴えない顔をしてだいぶ謹慎が答えてるようだな。どうしてそれを。加藤隊長から連絡があった。俺は確かに見たんです。それをクソ。俺にも経験がある。小学校4年の時だったっけな、俺は職員室の窓ガラスを割ったというんで廊下に立たされた。いくら俺じゃないと言っても信じてくれないんだな。そこで俺は1週間学校に行かずに抗議した。とうとう1週間目に真犯人のガキ大将が名乗り出たがね。スパナ。少女を見たんならどこまでも見たと押し通すべきだ。3日や4日の謹慎食らったって胸を張ってればいいよ。そうします。あなたもそう思うでしょ。あら、郷さん来てたの。いや、ちょうどよかったわ。そこのショッピングセンターまで付き合って。女の買い物は長いからな。アキちゃんお給料もらったんです。それで郷さんにシャツプレゼントしたいって。ですからアキちゃんって言ってあげてください。せっかくだけど俺3日間の謹慎中なんだ。むやみに工場から出ちゃダメなんだ。すまん。しょうがない。じゃあこの2人で我慢するか。あら、2人って私たちのこと。許せないこと言うわね。ごめん、思わず出ちゃったんだ。行きましょう。あら、このところ地震が多いわね。おい、アキちゃん。行ってくれるの？そこのショッピングセンター行くのやめろよ。あら、どうして？別に、その、ただそんな気がするんだ。郷さんに合うサイズ、その店でしか売ってないもん。普通サイズじゃ噂が出ちゃうしね。行こう。何買おうかな。あの埋められた岩石。ねえ、これどうかしら。いいんじゃない。素敵ね。これください。はい、ありがとうございます。すいません。この下に。おい、大丈夫か。
誰かいるんですか。ああ、逃げ遅れたらしいんです。助けを呼んできます。おい、誰かいるのか。返事しろ。元気か。誰かいるか。五人います。怪我人もいるんです。早く助けてください。アキはどうしたんだ。それが怪我をしている様子です。何、帰ってください。この頃マット本部に岸田地球防衛庁長官が何の前触れもなく姿を現した。これは極めて異例のことであった。この岸田長官はマットチームの岸田隊員の叔父である。ゴーです。非常招集命令です。岸田隊員、あの卵を放っておけばどういうことになるか報告したまえ。はい。第二採石場に出たグドンとあの卵とは関係があるということです。グドンが卵と関係ある。この文献の通りであればあの卵はツインテールの卵と思われます。怪獣グドンはツインテールを常食としていたんです。うん。この文献から推察すれば原因不明の陥没はグドンが東京へやってくるためにできたの。グドンはツインテールを食うためにやってくるに違いないの。長官のおっしゃる通り、ツインテールが生まれる前に卵を焼き払っておかないととんでもないことになりますよ。直ちに MN 爆弾を使いあの卵を焼き殺すんだ。待ってください。 MN 爆弾の使用を待ってください。何を言うんだ。卵のある地下道には5人の人間が生き埋めになっているんです。彼らの救出が終わるまで MN 爆弾の使用を待ってください。 MN 爆弾は地上で使うのだ。地下に閉じ込められているものなら心配することはない。しかしもしものことがあっては。東京1000万都民の安全を守るためだ。この際5人のことは忘れよう。5人も1000万人も命に変わりはありません。そうだ、まず5人を救出してからML爆弾を使用すべきだと思います。君たちはわしの命令に反抗するのか。長官の命令に背く者はどうなるか知っておろうな。知っております。ゴー、おい、ゴー、ゴー。へえ、お前マットを辞めるつもりか。辞める。あんな長官の下で働けるか。何を言う、甘ったれたこと言うんじゃないよ。何が甘ったれだ。そうじゃないか、何か気に食わないことがありゃすぐ辞めるのか。腹が立つのはお前だけじゃない。お前何のためにマットに入った。マットに入って何をしたって言うんだ。帰るところがあるからって、これじゃ無責任すぎるじゃないか。いいか、これはわしの命令だ。直ちに出動して MN 爆弾作戦を実行したまえ。なあに、いざという時は必ずウルトラマンが来てくれるさ。心配いらんよ。隊長、長官の命令通り直ちに出動しましょう。隊長。五人の救出が終わってから行動に移る。隊長、長官命令に背くつもりですか。私はマットの隊長だ。マットが犯した不始末はマットのやり方で収拾をつける。隊長。アキちゃん、しっかりして。もうすぐ助かるのよ。助かるのよ、助かるのよ。
上野、俺はお前のように帰るうちがない。だから絶対にマットはやめん。これでもマットに命をかけてるんだ。マットに戻れよ。一緒にやろう。できるのに。くそー。ゴー。危ないぞ。ゴー。よーし。恐怖の時がやってきた。二大怪獣が出現したために都会の機能はことごとく麻痺してしまった。東京はどうなる。地下に閉じ込められたアキたちの運命は。そして二大怪獣に攻撃されたウルトラマンは果たして勝てるのだろうか。ウルトラマン。苦戦するウルトラマン。ウルトラマンが負けたらこの大都会は一体。マットチームは住民を避難させ、マットジープ1・2号作戦を繰り出し攻撃を開始した。